チャールズ・ウィリアム・バートレットは、イギリスの画家、版画家。1860年6月1日、イングランド南部のドーセット・シャー州、ブリッドポートに生まれた。当初は、夜金額を学び、数年間その分野で働いていた。23歳の時、バートレットは、ロンドンの王立芸術アカデミーに入学、絵画とエッチングを学んだ。そして、ロンドンでの絵画研究の3年後、 フランスに渡って、パリのアカデミー・ジュリアンに入学し、ジュール・ジョゼフル・フェーブルとギュスターブ・ブー・ランジェに、指示、主に水彩画やエッチングを描いて活躍していた。チャールズ・ウィリアム・バートレットの版画、黄昏の田島・ハール、ベナレス1889年に、一旦イギリスに戻り、エミリー・テートという女性と結婚し、子供が生まれたが、妻と、幼子は出産後間もなく死亡した。 バートレットは、その後、友人で、仲間の画家フランク・ブラングウィンと共に、ヨーロッパに旅行をしており、この旅は、オランダ、ブルターニュ、ベネツィアにて得るものがあった、有意義な旅であった。このブラングウィンが、バートレットに、日本の版画を紹介したと言われている。バートレットは、ヨーロッパでは特に農民の様子を描いていた。1897年には、 フランスの国民美術協会に招待された。翌1898年に再び、イギリスに戻り、キャサリン・メインと再婚した。バートレットは1913年に、裕福であった妻の家族からの資金援助を受けて、インド、セーロン、インドネシア、中国へ旅立ち、その途中で1915年に初めて、日本に立ち寄った。この時、 自らの水彩画のスケッチを新版画の版元、渡辺翔三郎の元に持ち込み、鉛筆を絵筆に持ち替えるところから始めて、木版画の制作を開始した。翌1916年に渡辺翔三郎は、バートレットによる日本の風景画6点を呼び、インドの風景画合計21点の新版画を発表した。バートレットは、フリッツカペラリに続いて、 新版画を反抗した2番目の外国人であったが、旅先でのスケッチを版画化した点が、カペラリと大きく異なっていた。ベナレス・ミズベは、来日より前に訪ねていた、インドのスケッチを元にしており、その特徴的なブルーは、葛飾北斎や歌川広重のプルシアンブルーあるいは、藍色、高橋松亭の輸出用版画に見られるような紺色に、近い青とも違って、 より明るく新しい時代を感じさせるものであった。また、日本の風景画では、京都人前のように、京都、鎌倉など外国人旅行者が、いかにも訪れそうな観光地の様子を、旅人という傍観者という一歩を引いた目線から、人々の往来や労働を描いており、後の河瀬智江水の作風と、類似していた。雪の降る横浜根岸を描いた。 横浜根岸の雪では近景に積雪する木が一本あり、円形には海が見え、その中間に人々が歩いて向こう家屋が描かれており、このような構図は広重の名所江戸百景の作例に似ていた。1917年にバートレット夫妻はイギリスに帰るために日本を出発するが、彼らは途中ハワイに立ち寄り、そのままホノルルに滞在していた。 1919年に再び日本を訪問、渡辺版画展から16枚の新版画の作品を制作した。その後、ハワイに戻ったバートレットは1940年4月16日、同地で没した。79歳没。ありがとうございます。